体育会系で歴史好きな星名による歩きまくり歴史旅。さあ今回は昭和初期に起きた2大暗殺事件をやっていきます。515事件と226事件ってありましたね。なんか事件の名前は覚えちゃいますよね。でもじゃあどういう事件だったのって言われると案外知らなかったりするわけですよ。ということで今回はこの2つの事件と暗殺された人物についてじっくりお話ししていきたいと思います。今回取り上げるのは犬飼剛、515事件、斉藤誠、226事件です。では最初に取り上げる偉人は犬飼剛です。515事件で暗殺された犬飼剛の生涯をお話ししていきます。犬飼剛墓所まで 2.1 キロ歩きます。犬飼剛は1855年に今の岡山県で生まれます。小さい頃から勉強熱心で、21歳の時に上京して新聞記者として稼ぎながら慶応義塾で学んでいきます。そんな中1877年、西南戦争が起こります。新聞社の指示で犬飼は現地取材に行きます。これはチャンスと意気込んでいる犬飼は一生懸命取材していい記事を書いていきます。そして西南戦争でボコボコにされた武士たちは刀を置いて言葉によって国会開設を主張するようになります。その武士たちの姿を見て犬飼も国会開設を目指すようになっていきます。その後犬飼は別の新聞社からスカウトを受けます。それで犬飼は慶応を中退してジャーナリストとして働き始めます。すると犬飼の記事が大隈重信の目に留まります。大隈はイギリスの議員内閣制を取り入れるために国会開設と憲法制定を急いでいました。それで意見の合う優秀な人を集めていたんです。ということで犬飼は1881年、26歳で官僚になります。しかしこの年、明治14年の政変が起こります。伊藤博文率いるドイツ式の天皇の権限の強い憲法制定を目指すグループが対立する大隈重信グループを政府から追放したんです。これにより犬飼も官僚の仕事をクビになります。ここから国会開設に向けていろんな政党が立ち上がります。大隈は立憲改進党を立ち上げ、犬飼もそこに入ります。犬飼はジャーナリストですから新聞を使って立憲改進党の主張を広めていきます。これが自由民権運動ってやつですね。すると政府は都合の悪いことを広められると面倒くさいんで言論弾圧をやっていきます。対する各政党は政府に負けないためにとりあえず一致団結するっていう大同団結をやります。そしたら政府は大隈重信を大臣にするとか、そういう特定の人を優遇することで大同団結を崩しにかかります。結局政党同士の団結なんてそんなもんなんですよね。こうして政党を潰して言論を弾圧する政府に対して犬飼は不満を高めていきます。そして犬飼は1890年の第1回衆議院議員総選挙に出馬、当選します。亡くなるまでの42年間国会議員であり続けます。国会が始まって以来、政党の力がだんだん強くなっていきます。政府も徐々に弾圧なんてできなくなってきます。そして1898年、初の政党内閣が誕生します。総理大臣は大隈重信、内務大臣は板垣退助、いわゆるワイハン内閣というやつで、犬飼も文部大臣として入閣します。しかし大隈と板垣は別の政党です。連立によって過半数を確保していたんです。こういうのって結局揉めちゃうわけです。もう全然まとまらなくて、たった4ヶ月で退陣してしまいます。その後は伊藤博文率いる立憲政友会の時代になります。桂太郎と西園寺金持ちが交互に首相を務める敬遠時代です。長州藩の強い人たちで政治をやっていきます。開かれた政治を目指す犬飼はそれが許せません。それでアンチ立憲政友会の立場を取りますが、長らく低迷します。敬遠時代は10年以上続き、1912年3度目の桂太郎内閣が発足します。しかし長州藩の強気なやり方に国民もそろそろ嫌気がさしてきています。そこで犬飼と犬飼の盟友で立憲政友会に移った尾崎幸雄が協力して内閣不信任案を提出。罰族打破、憲政擁護を掲げて第一次護憲運動をやっていきます。長州藩だけで政治をやるな、みんなに政治をやらせろってことですね。この運動によって大規模なデモが起こり、桂太郎内閣は倒れます。犬飼と尾崎は憲政の神様と呼ばれます。そこからは立憲政友会や憲政会が政権を握ります。しかし政党の派閥争いが起こって、徐々に政党内閣が嫌われて政党に属していない人が政権を握るようになります。その間犬飼の立憲国民
民党はずっと低迷しています。そして清浦警護内閣になり、閣僚に政党所属の人が一人もいないという状態になります。このままじゃまずいってことで、立憲政友会、県政会、そして犬会が新たに立ち上げた革新クラブが五軒三派を結成、協力して次の選挙に臨みます。これが1924年第二次五軒運動です。そして選挙で勝利して連立内閣となります。加藤貴昭内閣が成立し、犬会は挺身大臣となりますが、革新クラブ自体は議席数が少なくて単独の政権には程遠い状態です。しかも犬会はもう70歳になります。犬会は限界を感じて、革新クラブを立憲政友会に吸収させ政界を引退します。しかしこれで終わらないのが犬会強しです。終わらないというか、終わらせてもらえませんでした。なんと犬会の支援者たちが勝手に犬会を選挙に立候補させて、しかも当選しちゃいます。犬会は別にいいけど俺知らないよって言って隠居生活を送ります。でそしたら今度は立憲政友会総裁の田中義一が急死します。それで後任にふさわしいのが犬会しかいないってことで、なんと犬会が立憲政友会総裁に選ばれてしまいます。諦めた途端に全てが手に入るって皮肉なもんですよね。これで隠居中の犬会が立ち上がります。この時の立憲政友会は野党第一党で、民政党の浜口おさち内閣が成立しています。そして1930年ロンドン海軍軍縮会議に日本も参加します。補助艦の保有割合を話し合っています。日本の海軍の要望はアメリカイギリスの7割です。全権の若槻礼次郎はめっちゃ頑張って交渉して 6.975 割というほぼ満点の内容で調印します。しかし軍部の中にはこれに不満を持つ人たちがいました。犬会はここに目をつけます。統帥権の甲板だって言うんです。つまり軍を動かす権利は天皇にしかない、軍に不満があるのに勝手に条約に調印したのは憲法違反だって主張したんです。今まではその辺ってうやむやになってて、なんだかんだで政府が軍をコントロールしてたんです。でも犬会がこれを主張したことで、軍が政府の言うことを聞かなくなってきます。浜口おさちは狙撃されて退陣、続いて首相になった若槻礼次郎は満州事変を止められずに退陣。すると政権が民政党から立憲政友会に移り、犬会が総理大臣になります。犬会は経済の天才高橋惟喜を大蔵大臣に起用します。惟喜の手腕で当時起きていた世界恐慌からいち早く脱出、インフレを起こします。そしてできたお金を軍にぶち込みます。だから犬会は軍に好かれていました。しかし軍の中にはあの軍縮会議での 6.975 割を未だに根に持ってる人たちがいます。未だに政府を恨んでいます。もう我慢できなくなって政府トップの犬会強の命を狙いに行きます。でもこれはおかしな話です。軍縮会議の時、犬会は政府の批判をしていました。軍に有利な発言をしていたわけです。だから軍は犬会に対して感謝して叱るべきです。しかし政府を恨んでる人たちは単純に政府ムカつくってことで、今現在の首相である犬会を暗殺のターゲットにするんです。もうむちゃくちゃな理論ですよね。そしてそれは515事件として実行に移されました。1932年5月15日犬会は76歳で亡くなります。さあ、青山霊園ですね。ここに犬飼剛のお墓があります。まあ515事件の動機がちょっと短絡的なんでね、犬飼かわいそうだなって思いますけどね。まあでも犬飼の統帥権甲板発言がきっかけで内閣が軍に口出しづらくなって、軍の暴走が始まってしまったわけですよね。なんでまあその報いが515事件だったのかなって考えると、仕方なかったのかなとも思えてしまいます。まあ当時の犬飼はね、政権を取りたくて必死だったんでしょうけど、まあだとしても統帥権甲板発言はやっちゃいけない禁じ手だったわけですよね。さあ犬飼のお墓見てきましたということで、じゃあ続いて515事件ですね、やっていきましょう。ということでここからは515事件のお話をしていきます。総理大臣官邸まで 2.5 キロ歩きます。515事件は軍の若手エリートたちが起こした事件です。犬飼剛が暗殺された事件って習いますけど、実はその裏には昭和維新と呼ばれる壮大な計画があったんです。かつて明治維新という革命がありました。幕府をぶっ潰して新しい政治が始まりました。あの明治維新のように今の政府をぶっ潰して軍主体の新しい政治をやろうぜ、これが昭和維新というクーデター計画なんです。これがまあほとんど大失敗して、
首相の暗殺だけ成功した、これが515事件なんです。当時は軍と政府のスタンスが正反対でした。軍は満州事変を起こすなどイケイケな感じでした。対する政府はお金がかかるんで戦争なんかやりたくありませんでした。ところが国民は戦争やれっていう雰囲気だったんです。まあこれまで日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦とか戦争で勝ったり儲けたりしてばっかりだったんで、戦争にはいいイメージしかなかったんです。つまり状況は国民は軍を支持していて政府は嫌われてるっていう感じだったんです。すると軍の若手エリートたちが政府に不満を持ち理想に燃えてきます。いつだって若者は熱いんです。それで今の政府を潰して軍が政治をやるべきじゃねっていう考え方が出来上がってきます。ということで軍の若手エリートたちは昭和維新計画を練り上げていきます。総理大臣官邸を襲撃、同時に大臣や立憲政友会本部も襲撃します。そして東京の変電所を襲撃して停電を起こして東京をパニック状態にします。そうすれば政府は戒厳令を出すはずです。戒厳令とは緊急事態の時に軍がスムーズに意思決定できるように政治の権限を軍に移すという法令です。この戒厳令を政府に出させてそのまま軍で政権を奪っちゃう、これが昭和維新計画です。そして計画実行日は5月15日に決まります。この日は休暇が取れる日曜日です。そして来日したチャップリンの歓迎会が首相官邸で行われるということで首相は必ず官邸にいます。さあ準備は万端です。1932年5月15日午後5時半頃、若手エリート9名が首相官邸に入ります。チャップリンの歓迎会は急遽中止になっています。実はチャップリンも暗殺対象になってたみたいなんです。しかしチャップリンの付き人の日本人がそれを察知して急遽中止にしたんです。チャップリンはギリギリで難を逃れていたんです。しかし犬飼剛は官邸にいました。9人の狙いは犬飼ただ一人です。警備をしている警察官を銃撃しながら犬飼を探します。そして食堂で犬飼を発見、一人がすぐに拳銃の引き金を引きますが、これは空砲に終わります。話せばわかる。犬飼はそう言ってなんと若手たちを客間に招いて説得を試みます。犬飼も肝が座っています。一同は客間に入ります。犬飼は自分が考える日本の将来のビジョンをプレゼンします。若手のリーダー三上が質問をし犬飼が答えます。すると若手の一人が問答無用撃て突然叫びます。そして9発の銃声、うち3発が犬飼に命中します。これもしかしたら犬飼は説得に成功しかけてたんじゃないですかね。だから若手たちは納得しかけてる自分に焦って撃てってなっちゃったんじゃないかなってね、僕は想像してます。さて銃撃を食らった犬飼はまだ意識がはっきりしています。そして駆けつけた女中さんに話を聞かせるからあいつらを連れてこいって言います。まだ説得する気です。さらに9発中3発しか当たらないってちゃんと訓練してんのか、陸軍の心配までしています。しかし次第に衰弱していき23時26分犬飼は亡くなります。犬飼が撃たれたのと同じ頃、若手の別グループたちが各地で襲撃を実行していました。内大臣の家、立憲政友会本部、三菱銀行本店、各地で手榴弾を投げ込みます。そして変電所も襲撃します。しかしほんの一部しか壊さなくて全く停電になりません。東京をパニックに陥れることはできませんでした。さらにそこから警視庁本部に集合して決戦を挑むという計画だったんですが、各グループの到着がまあバラバラで決戦なんてできたもんじゃありません。結局ちょっとした小競り合い程度しか起こりません。そして若手たちは東京憲兵隊本部で自首、昭和維新計画は大失敗に終わったんです。そして若手たちは裁判にかけられます。殺人罪なんで本来は重い刑が与えられます。しかし当時は国民が政府よりも軍を応援してましたよね。なので除名嘆願運動が起こるんです。それで若手たちには軽めの刑が下されます。そうなると軍の人たちは、あ、事件を起こしても軽い刑で済むんだなって思いますよね。暗殺事件をまた起こしやすい雰囲気になっちゃったんです。これが226事件につながってきます。さあ総理大臣官邸ですね。ここがまさに犬飼剛が暗殺されたというその現場ですね。でここは他にも226事件で岡田圭介首相が狙われたり、あと太平洋戦争の時に鈴木貫太郎首相が狙われたりして、ちょくちょく官邸が襲われているんですね。だから昭和ドラマの舞台にここがなっているということなんですね。はい、じゃあ次行きましょう。
では続いて取り上げる偉人は斉藤誠です。226事件で暗殺された斉藤誠の生涯をお話ししていきます。斉藤誠内大臣遭難の地まで 2.3 キロ歩きます。斉藤誠は1858年に今の岩手県で生まれます。15歳の時に海軍兵学寮に入ります。成績優秀でここからエリート軍人の道を進みます。1884年から4年間アメリカに留学しています。歴代首相トップクラスと言われる英語力はこの頃に身につけています。帰国後は海軍の中心人物山本権兵衛の下で働きます。山本が海軍大臣になると斉藤は海軍次官に任命されます。そして山本が大臣を退くと斉藤が海軍大臣となります。そんな中1914年シーメンス事件が起こります。ドイツのシーメンスという船を作っている会社が日本の海軍の人間に賄賂を渡して贔屓にしてもらってたっていうことが発覚します。どうしようもない奴がいたもんです。でこの時の首相山本と海軍大臣の斉藤が何にも悪くないのに責任を取らされます。山本内閣は総辞職、二人は海軍をセミリタイヤみたいな扱いになってしまいます。この時斉藤56歳、千葉県の別荘で老後生活を始めます。しかし斉藤の人生はこのままでは終わらないんです。1918年、第一次世界大戦が終わると争いって良くないよねっていう雰囲気になってきます。すると当時日本が統治していた朝鮮で三一運動という独立運動が起こります。すると朝鮮総督の長谷川さんがこれを武力でねじ伏せようとします。これがめちゃくちゃバッシングされて長谷川さんはクビになります。それで後任の朝鮮総督に斉藤が選ばれるんです。斉藤は朝鮮との関係改善に立ち上がります。朝鮮の文化を尊重し日本人との格差をなくしていきます。命を狙われ爆弾を投げつけられても死ぬ覚悟はできてるから気にしてない、全く動じません。こうして朝鮮との仲が良くなっていきます。1932年、515事件で犬養毅首相が暗殺されます。次の首相を決めないといけません。当時は憲政の常道といって二大政党が交代で政権を担うという感じになっていました。政治のミスで内閣が倒れればもう片方の政党の人が次の首相になる、病気や暗殺で内閣が倒れれば同じ政党の人が次の首相になるというパターンです。しかしこの時は軍の力が大きくなっていました。軍は政治力が欲しいんで政党内閣を大反対します。そこで選ばれたのが斉藤です。軍出身で朝鮮ともうまくやっていた斉藤が適任だと考えられました。ということで斉藤誠内閣が誕生します。斉藤は軍からも二大政党からも人を入れた挙国一致内閣を組閣します。しかし前年の満州事変で日本軍が満州を占領していて、それが世界的に問題になっていました。満州がかわいそうだ、日本の行いにみんな反対します。そして1933年に日本は国際連盟を脱退することになります。こればっかりは斉藤もどうしようもできませんでした。そして1934年、帝人事件が起こります。帝人っていう会社の関係者が帝人の株を売ってしばらくして買い戻したら、その直後に帝人が増資をして株価がめちゃくちゃ上がって、その人が大儲けしたんです。その人株価が上がることを知ってたんじゃね、インサイダー取引じゃねって思いますよね。それで株の買い戻しを手伝ったグループに政府関係者がいたってことで、なんと斉藤はその責任を取って内閣を総辞職するんです。また何にも関係ないのに責任を取らされちゃったんです。で裁判の結果、このインサイダーは証拠がないってことで全員無罪になります。インサイダー取引があったとは認められませんでした。なのに斉藤は責任を取らされたんです。斉藤内閣を潰すために誰かが仕組んだのかもしれないですね。総辞職後の斉藤は天皇の側近の仕事をやっていきます。そして1936年、警視庁が斉藤に注意喚起をします。なんか最近軍が怪しいんで斉藤さん気をつけた方がいいっすよ。しかし斉藤は、俺は別に死ぬ覚悟できてるから気にすんなよ、相変わらずです。そして2月26日早朝、運命の時がやってきます。150名の兵士が斉藤の家に押しかけます。天皇の直接政治を目指す彼らにとって天皇の側近である斉藤は邪魔な存在だったんです。無抵抗の斉藤に対し47の弾丸と数十の刀傷を浴びせます。1936年、226事件によって斉藤は79歳で亡くなります。
さあ、この辺りが斎藤実内大臣遭難の地ということで、斎藤の家があって暗殺の現場になったという場所ですね。まあ、なんか目印があるわけじゃないんですけど、赤坂離宮近くのこのマンションがあるところに斎藤の家があったみたいですね。まあ斎藤は本当とばっちりを食らいましたよね。悪いこと何一つしてないんですけどね。まあ、優秀な人はね、凡人に足を引っ張られるみたいに言いますけど、斎藤の人生がまさにそんな感じですよね。さあ、では続いてその226事件をやっていきましょう。ということで、ここからは226事件のお話をしていきます。226事件慰霊像まで 4.3 キロ歩きます。226事件は1936年に起きた陸軍の若手約1500人によるクーデター未遂事件です。515事件で果たせなかった小愛新計画を再び実行に移したんです。当時の陸軍は2つの派閥に分裂していました。今の政府を利用して軍事政権を作りたい統制派、そして今の政府をぶっ潰して天皇中心の軍事政権を作りたい行動派、この2つの派閥がありました。そして軍の中心は統制派のメンバーで固められていました。しかし、1935年に相沢事件が起こります。行動派のメンバー相沢三郎が統制派の中心人物永田鉄山を暗殺します。これをきっかけに行動派は、よし、俺たちで改革を実行するぞっていう雰囲気になってきます。そしたら統制派はやばいって思いますよね。それで行動派の部隊を満州に送ることにします。派遣日は1936年3月1日です。こうなったら行動派はもう満州に行く前にクーデターを起こすしかありません。2月26日にクーデターを起こすと決定します。そして2月26日早朝、雪が降り積もる中、約1500の兵が集結しています。天皇をそそのかす政府の人間を暗殺し、そして天皇に直訴して軍事政権を立てる、そういう計画です。しかし1500人のうちほとんどは計画を聞かされずに招集されています。そしてそれぞれの持ち場に向かいます。斎藤真、高橋是清、渡辺丈太郎の家を襲い暗殺に成功。首相官邸で岡田圭介首相も襲撃します。そして官邸、陸軍省、警視庁、新聞社などを占拠、国の中枢を手に入れます。そして陸軍大臣の川島さんにクーデターの目的を伝えます。天皇をたぶらかす政治家をやっつけて天皇中心の軍事政権を作りたいんです。川島さんは心を打たれクーデターに賛同します。そして川島さんは昭和天皇に謁見、クーデターの目的を説明します。すると天皇はブチギレます。まあそりゃそうですよ。自分の側近たちが悪者扱いされて暗殺されちゃったわけですからね。それで全力で鎮圧せよ、川島さんに命令します。これはまさかの事態です。天皇は田中義一の一件以来政治に口出しはしないと決めていました。だから天皇の側近たちを暗殺した今、軍のやることに口出ししないだろうと思い込んでいました。それがまさかの天皇大激怒です。川島さんはクーデターのメンバーたちに本当のことが言えず、まあここからは慎重にやっていこうよ、はっきりしない態度を取るようになります。行動派の誤算は続きます。翌27日、なんと岡田圭介首相が救出されます。首相官邸で岡田だと思って殺したのは別人だったんです。内閣がまだ生きてたんです。そして28日、天皇が放逐命令を出します。軍の司令官は兵を元の所属部隊に戻せという命令です。つまりクーデターとかマジふざけんなってことです。ここで行動派たちは天皇がクーデターに反対していることを知ります。天皇の命令は絶対です。次々に降伏していきます。抵抗する部隊もありましたが、29日鎮圧部隊によって鎮圧、4日間にわたった騒ぎはこれにて終結します。515事件とは違い、犯人には重い処分が下されます。クーデターの首謀者16人が死刑、他の人たちも処分され、陸軍に行動派の人間はいなくなりました。これによって統制派は派閥争いから解放され、政権獲得に専念して力を強めていきます。そして統制派の念願である政府を利用した軍事政権を完成させます。ここから日本は太平洋戦争に突き進むことになるわけです。さあ、226事件慰霊像ですね。これですね。226事件の犠牲者と処刑者を弔うために建てられたということですね。ここはですね、かつて陸軍刑務所があって、首謀者16人が処刑されたということで、ここに建てられたっていうことみたいですね。
さあでは今回はここまでですね。次回もですね、まだまだ戦前に躍動した人がいっぱいいるんで、その辺をやっていきたいと思います。では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。